皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、こんな心遣いが嬉しいというテーマでお届けいたします。弊社クライアントの中で非常にお客様への心遣いが上手な企業があります。この会社は社員が250名ほどいまして、年商でいうと大体50億円の企業です。新潟県内でも大きい方の企業に入ると思います。私はこの会社に月2回ほどコンサルティングでお伺いしますけども、いつも会議室をですね、使わせていただいております。で、その会議室の扉の脇のところにですね、いつもこういうものが貼ってあるんですね。で、今回は、ちょうど正月だったので、こんなものが貼ってありました。明けましておめでとうございます。リンケージ長谷川社長様っていうね、こういうのが、会議室の扉の脇のところに貼ってあるんですね。で、毎回、こういうのが貼ってあってですね、ちょっとずつデザインが変わったりとか、言葉が変わっております。あと、弊社クライアントでもう一社、似たようなことなんですけども、テーブルの上にですね、こうランチョンマットのように、こういうものが上がっている、企業様がありますけども、未だかつて、こういうことをやるのはこの2社の企業様だけです。弊社のクライアントでは、いろんなところでこういうことをやった方がいいですよと紹介はしています。しかしなかなか、いや人がいないとか、いやいちいちやっぱりやるのは面倒だとか、そこのところに時間とコストをかけられていられないとか、いろんな交渉問題があってできない会社がほとんどなわけです。だけどこれよく考えてみると、そんなに時間もですね、経費もかかっているわけではないんですよね。そしてこういう話をすると、それは B2C の企業がやることだろうと。つまり一般消費者を相手にする企業だったらこういうことをやるのはわかるが、 B2B 法人を相手に商売をやってる企業はこんなことやらなくてもいいんじゃないかと、まあそういうことをおっしゃる社長さんもいらっしゃるんですけども、今紹介した企業のうちの1社は完全に B2B です。はい、卸を中心にやってる商社様なので、全く B2C とは違います。だけど、こういうことをですね、もうきっちりとやってるわけです。今日は1月5日です。新年もですね、5日を過ぎましたけども、皆さん方仕事始めで、でね、これから本格的に、ビジネスが動くんだと思いますけども、ぜひ、この年明けなんで、こういうこと、ですね、お客様に対するですね、心遣い、気遣いをですね、今年はやってみたらいかがでしょうかというお話でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。